スコットランド政府はイギリス政府から権限以上を受けたスコットランドの自治政府である。スコットランド自治政府などと呼ばれることもある。長はスコットランド議会によって選出される首相であり、閣内大臣及び閣外大臣は首相が指名し、議会がこれを承認する。大臣は皆スコットランド議会の議員であり、議会に対して責任を負う。また、 法律は議会によって成立する。スコットランド政府は1997年、スコットランドの自治に関する住民投票を受けて、スコットランドへの行政権の異常を定めた1998年、スコットランド法に基づき、1999年7月1日に、スコットランド行政部として設置された。スコットランド政府という名称は2000年代に入って、通称として、 広く使われるようになったものであり、2012年、スコットランド法で正式に解消されたものである。スコットランド政府の権限の範囲は、1998年、スコットランド法不足後によって、イギリス政府及び議会が留保すると定められた分野以外の全てである。1998年スコットランド法において、権限が異常された分野は、以下の通りである。 2012年と2016年には以下の分野の権限が追加で異常された。イギリス政府及び議会に留保された権限のうち主なものは以下の通りである。スコットランド議会を通過する法案の大半がスコットランド政府提出のものであるなど、スコットランド政府はスコットランドでの法律の制定に大きな役割を果たしている。スコットランド政府の上層部は首相を含む 閣内大臣によって構成される内閣と、閣外大臣などの内閣外の構成員の二重構造となっている。政府の長である首相は、スコットランド議会で選挙によって選ばれ、国王が任命する。首相は、担当の省を持ち首相を補佐する、閣内大臣を議会の承認のもと任命する。閣内大臣を補佐する、閣外大臣も、同じようなプロセスによって任命される。 法務官である法務長官及び法務次官は議員以外から選ぶことが可能で首相による指名、議会による承認を経て国王に任命される。首相、閣内大臣、閣外大臣、法務官は合わせてスコットランド大臣と呼ばれることがある。主な役職者は以下の通りである。スコットランド内閣はスコットランド政府の政策に対して 責任を持つ大臣の集合体である。議会の開会中、通常毎週火曜日の午後にビュートハウスにおいて閣議が行われる。内閣は司法官を除く閣内大臣で構成され、法務長官は首相によって要請された時にのみ出席する。内閣はセントアンドリュースハウスに所在する内閣事務局による補佐を受ける。現在、 内閣には2つの委員会が存在する。2014年グラスゴ・コモンウェルス・ゲームズまでの数年間、内閣には3つ目の委員会が設けられていた。スコットランド政府は大臣のほかに大臣を補佐する官僚たちによって構成されている。2012年の報告書によれば、スコットランド政府では1万6000人の公務員が働いている。官僚制度自体に関する権限は、 イギリス政府に留保されており、スコットランド政府の公務員は女王陛下の公務員の一員である。なお、この公においてはイギリスでの定義に従い、日本における特別職公務員などは公務員としては扱わない。事務次官はスコットランド政府の公務員のトップであり、首相と内閣を補佐する任務を負う。現在の事務次官は2015年7月に着任した。 レズリー・エヴァンスである。事務次官は女王陛下の公務員の事務次官連絡会議の一員であり、スコットランド大臣の支持下にあるものの、職業行動においては内閣官房長に対して責任を負う。局とはスコットランド政府において省に相当する機関であり、行政の実務を担う。イギリス政府とは異なり、スコットランド政府においては、 大臣が壺根を直接統率することはない。局の上位組織は、大まかな分野ごとに編成されている局軍であり、その長は、局軍長という役職の公務員である。2017年7月現在、スコットランド政府には6つの局軍が存在する。戦略会議は、事務次官、局軍長6人、筆頭補佐官2人と部署を持たない。 局長級官僚4人によって構成され、スコットランド政府の官僚を統率するとともに、事務次官を通して内閣を補佐する役目を負う。スコットランド政府には9つの執行機関が置かれている。これらは政府の部門の一部であったりそのものが一つの部門であったりする。例としては、トランスポートスコットランドやスコットランド、刑務所長などが挙げられる。また、 これとは別に政府ではなく、議会に対して責任を負う執行機関が2つあり、これらはスコットランド一般登録局とスコットランド慈善団体規制局である。スコットランド政府はこの他に非政府、部門公共機構をいくつか設けている。これらには行政上の実務を行う者、助言を行う者など、行政審判を行う者など、公営企業などなどがある。 これらの職員は、シビルサーバントに対し、パブリックサーバントと呼ばれる。また、非政府部門公共機構には区分されないが、NHS スコットランドやスコットランド、警察官サインなどもスコットランド政府が管轄する公共機構である。スコットランド政府の本庁舎は、カールトンヒルにあるセントアンドルースハウスである。視聴者としては、エディンバラリースのビクトリアキー。 エディンバラブルームハウスのソートンハウス、グラスゴーブルーミーローのアトランティックキーがあり、また、この他にも政府機関が所在する建物は複数存在する。ロンドンにおいては、首相はスコットランド象徴者であるホワイトホールのドーバーハウスを使用することができる。スコットランド政府は欧州連合に対し、イギリス政府代表部の一部をなすスコットランド政府、 代表事務所をブリュッセルに置いている。また、欧州連合以外では、在アメリカ合衆国大使館、在ドイツ大使館に事務所を置いているほか、在中華人民共和国大使館にも代表を派遣している。1998年スコットランド法では、自治政府の名称を、スコットランド行政部と定めていたが、2001年1月に、当時のスコットランド首相であったヘンリー・マクライシュが、 公式名称をスコットランド行政部からスコットランド政府に変更することを提案した。行政部の名前を残すことを望んだスコットランド国民が29%に過ぎなかったのに対しイギリス政府や当時の与党労働党の一部議員はこの変更に否定的だったという。この後、正式名称は行政部のままであったものの労働党出身の首相を含め スコットランドの政治家たちによって政府と呼ばれることが多々あり、この傾向は労働党が初めて野党になった2007年、スコットランド議会選挙の後も続いた。2007年9月2日、スコットランド国民党政権が行政部をスコットランド政府に改名すると発表した。解明に際して議会への指紋が全くなかったため、野党には批判されたが、 以後、スコットランド政府という名前は広く受け入れられるようになっている。なお、スコットランドゲール後での正式名称は設置当初から、スコットランド政府を意味する、ライア・ホルタス・ナ・ H チ・アルバであったため、変更は行われていない。名称の規定は1998年、スコットランド法によって定められており、スコットランド政府、議会の一存では変えることができなかったため、解明が行われた後も、 法律上はスコットランド行政部のままであった。2012年スコットランド法ではこの部分が改正され、同年7月3日の施行をもって法律上もスコットランド政府に改名された。2007年の改名と同時にロゴについても変更が行われた。それまでのロゴはスコットランドの国章を簡略化したものであったが、2007年の変更で国旗に置き換えられた。 この後、2016年にもスコットランドゲール語の扱いを英語と対等にする目的でマイナーチェンジが行われている。ありがとうございます。